んにちは、リクです。 AI 猫のアポロと申します。オンラインゲームを作ろう、始まるよ。前回の動画では開発環境とサーバーセットアップを行いました。今回行うのはこちら、キャラクターの移動、アニメーション同期、エモートの同期、以上2つの工程です。はい、それでは同期処理を実装していきますので、皆さんのパソコンで前回の Unity プロジェクトを開いてください。この状態ですよ。それではストリクスが提供するレプリケートという機能を使って移動とアニメーションの同期を行っていきます。 Step 3、キャラクターの移動とアニメーションの同期。キャラクターの同期処理を作っていきたいと思います。ストリクスが提供するレプリカという機能を使って移動とアニメーションの同期を行っていきます。まずは必要なコンポーネントをつけていきます。コンポーネントって何だろうという方、リクの開発ブログで詳しく説明しています。そちらで確認してみてくださいね。ではコンポーネントつけていきますよ。キャラクターオブジェクトにストリクスレプリケーターとストリクスムーブメントシンクロナイザーを追加します。次に移動アニメーションも同期していきます。キャラクターオブジェクトにストリクスアニメーションシンクロナイザーを追加します。この時ストリクスアニメーションシンクロナイザーにはアニメーターを割り当ててください。続いての作業はスクリプトを使っての作業となります。シングルプレイの状態のスクリプトをマルチプレイになるよう書き換えていく作業です。それでは Unity からスクリプトエディターを立ち上げます。スクリプトエディターの Unity への登録の仕方はリクの開発ブログに掲載していますので、そちらもご覧ください。はい、それではスクリプトを変更していきましょう。アポロ、お願いします。一部のスクリプトでキャラクターの位置を動かすスクリプトがあるのですが、この状態だと他人が所有しているキャラクターまで動かしてしまいます。ですので位置を動かす処理を自分が所有しているキャラクターだけに変更していきます。こちらがキャラクターを動かすスクリプトになります。このベースクラスを通常のモノビヘイビアからストリクスビヘイビアに変えます。こうすることでこのスクリプト内でストリクスの機能が使えるようになります。それからフィックスのアップデートの部分にキャラクターを動かす処理が書いてあるので、ここを自分が所有しているキャラクターの場合だけ動かすようにスクリプトを変更します。イズローカルというプロパティを使うことで自分が所有しているオブジェクトか判別できるようにし、自分が所有してない場合はリターンして処理を行わないようにします。これで移動とアニメーションが正しく同期されるようになります。以上でキャラクターの移動とアニメーション同期が完了しました。 Step 4、エモートの同期。はい、ではエモートの同期を実装します。ここでエモートの同期に使う RPC という機能を説明します。 RPC を使うと通信越しに他のプレイヤーに対して自分と同じアクションを実行させることができます。例えば自分のキャラクターが手を振るというアクションをした場合に、他のプレイヤーの画面にいる自分のキャラクターにも手を振るというアクションをさせることができます。しかもストリクスクラウドではなんとアトリビュートをつけるだけで簡単に RPC を登録することができるんです。引き続きエディターを立ち上げてください。リクのサンプルプロジェクトではスクリプトを書いていきますよ。皆さん準備はいいですか？まずはエモートを実行する関数を作成します。名前はプレイエモートにします。この関数にストリクス RPC アトリビュートを追加します。はい、次にエモートを実行する関数を呼び出す処理を作成します。はい、 RPC to all 関数を使用します。うんうん、実行したい関数の名前であるプレイエモートと実行したいエモートの番号であるエモート ID を引数として渡します。よし、保存して確認してみましょう。
これから左右の画面で同期していることを確認してみます。左の画面でエマが手を振るアクションが右の画面でも同期していることがわかります。私も手を振ってみますね。はい、このように左右の画面で同期できています。このようにストリクス SDK のコンポーネントを使用するだけでキャラクターの位置やアニメーションの同期が実装できました。ストリクス SDK を使用した同期処理、皆さんいかがでしたか？コンポーネントや RPC を使用すれば簡単に同期処理が実現できることが分かりましたね。次回は矢の同期と矢が当たった時に発生するエフェクトの同期、そしてチャット機能開発です。それでは次の動画でお会いしましょう。まったねー。